よし乗り込むぞ。今からあの CEO と商談だから。うわ緊張しますよね。なんせ、うん、世界最大級の IT 企業ですもんね。おい見ろ出たよこのビルだよ。うわでっけー。あれ、うん、なんかゲートいっぱいありますね。うわ何重にもなってんなゲート。これ厳重っすね、うん、あえビルのゲーツ。うわヨーロッパ企画演劇公演ビルのゲーツ9月27日から28日まで西鉄ホール。チケット発売中。詳しくは3オクロックまで。こう向こうの CEO がさ、なんか持ってきたりみたいな、はい、いや大丈夫です。こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト、毎週木曜夜9時からお送りしておりますラブ FM。 こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャストです。どうも石田です。団長です。さあ、ビルの芸術の大阪公演、はい、ツアー中で大阪公演終わってその合間ですね、次が広島公演。はいはいはい、はい、なんかね体調が優れなくてね、全然大したことないんですよ。はいはいはい。でもその大したことない状態がずっと続いてるの。恋煩わいぐらいの煩わい煩わいぐらいのやつが何なんだろう、このモヤモヤした感じというか。だからだるいなと思って熱測るでしょ、うん、だいたい36度くぶない。ギリギリクソヘルですねギリギリ。そういやまあだから微熱というかさ、だからちょっと頑張れば全然もうこんなことも言わずにさ別に嘘つけるのよ、はい、しゃがりき頑張れるけれども、しゃがりきもう全然、まあもう35歳過ぎてやっぱ嘘つくのやめようと思ってさ僕は。あーええー、もん食べて嘘つかずに結構 嘘つかずに自分に嘘つきたくないなと思って、うんうん、本当に大したことないんですよ言うとね。言うと全然過剰書きにしたら何もないでしょ書き出してって言われたらチェック項目特にないでしょ。ないんだけどなんかねこれがデフォルト感かな俺のっていう。あれ この気だるい感じ安入いな。うん、大阪公演の途中ぐらいで風邪ひいたんですよ。ああそうなんですか。そうそれがじゃあ残ってんのかな。でその時もだからちょっと喉を痛くなって喉風邪というか、うん、で熱測っても36度9分で1回7度2分ぐらいになったぐらいで熱ですね。でもロキソニンでギューン下げれて全然もう炎症も抑えれてみたいな。だから公演とかもなんともなく無事終えてたし、うん、でも一応こう大事とって飲みにも行かずにみたいな規則正しい生活を送ってたのよ。ほうほうほう。でちょっと栄養感食欲もそんなないこともないし、はいはいはい、規則正しく本当律儀にね劇をやって帰って寝てみたいなやってるんだけどなんかね体調良くならないの。で、まあ、終わったしちょっと休みあるしと思って、うんうん、結構寝たりもしたんだけどもそれでもだから、うん、ツアーがもう半分過ぎたから中だるみになってるじゃないですか。俺中だるみ、はい、どういうこと。全部の中の、うん、普通4日公演やったら2日目中だるみするじゃないですか。中だるみする、うん、普通っていうのもあれやけど噛んだりとか変な話ねよく言われてるやつでよく言われてるか、ね、あったらいかんないから、ね、昔から言われているダイエットされてそれですか、うん、ツアー全体の中の石田さんの中だるみが始まってるじゃないですか。中だるみがだケツの方なったら、うん、すげえまた良くなってくるんじゃないですか。伸びてくるのかな。なんなんだろう、うん、なんか変な気持ち悪い感じ今。体調が体調体調ゆえに心もちょっとずつこう、うん、蝕まれてる。喉がずっと痛い今、まあ、役者は嫌ですねそれは。嫌でしょ。でちょっと良くなったりするんだよ。なんかご飯食べたりしたら全然大丈夫。わかりますわかります。朝起きたらちょっと痛いなみたいな、うんでご飯食べててみたいな。で薬ももらってるから飲んでみたいな。よくなるの。でああもういいかなと思ってちょっとビールぐらい飲みたくなるじゃん。はいはいはい。これビール飲むでしょ。でも早めに 寝たりするんだよちょっと、うんうんうん、そんな たくさん飲まないし1杯、はいはいはい、2杯とかほんで飲んで寝るでしょ。はい。おー同じ状態案の定でだからといってビール飲まないかったら、はい、治ると思うじゃん、はい、それが良くないんじゃんって思うじゃん、うんうん、でビール飲まないで、うん、今日はもう本当に本当に規則正しく万全で寝よう、うん、寝るでしょ朝起きるでしょ一緒なの。あれもう飲んだろうと思ってビール
なんか同じやったら同じやったら結界しようと飲んだろうっていうのはね、なんか気持ち悪い状態がずっと続いてる、そんぐらいだったら精神的なものかもしれないですけどね、なんかもう嘘五月病かなこれ。まあ全然シーズンちゃうけど五月病かもしれないし、まあ、もしかもガンですガン心のな何なんだろうな本当に。だからもう今もちょコーラ飲んだりするしね、一番の度に良くなさそうですからねシュワシュワ感も糖度もでもコーラってこうなんか昔の人はなんか風邪ひいたり熱がよう言いますね、じゃあそれそのクソのことわざ好きですね風邪ひいたらコーラ飲むやつ、コーラ飲むっていう昔の人はね、それでしか、栄養価というか、ね、栄養、糖分が取れなかったから、だから糖分必要だからさ、あの吉田さんの技使ってるじゃないですか、社長吉田の、餃子3人前、王将の餃子3人前食うって団長は大丈夫？体調は僕ですか？うん、僕もね、でも最近ちょっと、あの頭痛がもうパソコンですけどね、100%、パソコンやった後に大体頭痛になるんだ。でももう慢性的に頭痛ですね。ああ嫌だね、まあ、首を自分でほぐすっていうのをやってるんですけどね、なんかでもコリコリあるし。その時薬飲むの？いやでもこれは飲まないですね。ロキソニン飲まない？これで飲んでたらキリない気がして、ああたるせ僕痛風とかなるから、どうせ、その時にね、ずっとやなってなるでしょ。いやだから僕もほんとこの気だるい感じでさ、なんか喉痛いなと思うから、まあロキソニン飲もうかって飲んだりするんだけどさ、はい、こんなロキソニン飲んでいいのかなとかさ、まあ飲まんに越したことないですからね。まあそうだよね、あの手のやつって、まあ1日1回にはしてるんだけど、そんな2回3回も飲まないようにしてるんだけど、でもお医者さんになんか咳止めの薬をもらって、それちょっとこんなそんなに咳出ないんだけど、咳止めの薬もらったの、で僕なんか薬たくさん飲むってやっぱちょっと怖いから、なんか、元来昔の人間やから俺は、薬草で治すタイプ科学的なものをね体に取り入れるとか、体にメスを入れるとか、そういうの全然否定派だから自然治癒をこよなく愛してるから、なるほど、毒ダメばっかり食う解毒を、解毒をもうよしとしてるから、心がけてるからさ、やっぱりそれでね、そう咳止めをもらったんだけど、あこれ僕そんな咳出るって言ったけどそんな出ないんで、咳止めの薬は大丈夫ですよって言ったのよ、怖いから、そしたらその病院のお医者さんが、この咳止めの薬は漢方だから、あんまり悪くないんで大丈夫ですよみたいな言われてさ、その時の漢方っていいよなと思って、まあ毒ダメですもんね言うと言うとまあ言うとね、科学ないですもんね、科学じゃないもんね。でも漢方って不思議よね、あれでもすごい効くみたいですからね、あれ何なんだろうね。漢方めちゃくちゃ信用してるんだけど、だってインフルエンザを殺す薬っていうのは、今タミフルと漢方しかないんですよ。漢方も2種類ぐらいあるっつって、タミフルはもちろん化学のもんです、化学のもんです、化学のもんっていうのはバカみたいに、で漢方も元来全然他の薬やったけど、これは効果があるっていう、確かな効果があるっていうことで、処方されるんですよ、ね、へえ。すごい、やっぱ自然すごいよね。自然すごい、自然ってそういう風にできてるよね。でも逆に、まあ、植物の中にその成分が入ってるってことなんですよね、僕らが科学で作ってるようなやつ、嫌なやつがね、でもそれが自然に生息してるってすごくない？そうですね、まあ、もちろん効果が遅いとかそんなのあるでしょうけども、まあ効きますもんね。いやそうなんだよ、でそれをさ、こんな薬みたいにしててさ、で科学のもんと一緒に出されたらさ、もう科学のもんやと思うや、全部、まあ固めるとき科学ですもんね多少科学入ってるやんけどでそれは人体にそんなに害のない科学のもんで固めてるわけでしょそれをさ、俺はもう漢方で治したいなっていう気持ち。まあね、
まあ、そんな感じよ僕は。もう今はだからもう嘘つかず自分にこの気だるい感じのままお届けします今週は。こちらも体調悪い2人が毎週毎週病気がちな2人がすいません。こちらは元気で言いたいですね。嘘でもいいから嘘でもいいから。そうだね。何なんだろうな俺。美味しいサンマ食ったりするんだけどね、秋の秋の味覚をね、長生きしますからね。あ、もうあとさ最近さ秋の味覚といえばさ、夜にさ、はい、何梨フルーツ売ってる若者がいてさ、お道端で市場祇園市場で、だからちょうど大阪公演終わって最終日にその祇園市場でさ帰って、まあ自転車歩いて帰ってたのかな。そしたら若者がフルーツ売っててさ、フルーツどうですかみたいな、梨と巨峰とどうですかみたいな、それが2個で1000円ですみたいな、梨1個と巨峰1個で本当はなんか600円みたいな、400円600円とかなんで1000円ですみたいな、で900円におまけしますんでみたいな、あーみたいな思ったんだけど、なんか若者がやってるしなんか頑張ってるなみたいな、え、これ全部売らないとなんかあれですかみたいな、あのもう帰れないですかみたいな、いやそうなんですよって言っててさ、なんかかわいそうやなって思ってさ、じゃあ分かったっつって、ちょうど梨とかフルーツをちょっと欲してたので、ビタミン欲してたからいいやと思って、まあちょっと多少高いなと思ったんだけど、まあちょっと安くしてくれるって言うし、あじゃあつって買ったのよ。でそのことを買ったつってツイッターにも書いたんだけどさ、そしたらリプライみたいなのでさ、普通の一般の人からね、それって今ネットで騒がしてる若者のですよね、フルーツの若者ですよねみたいな感じですよ。えと思ってさ、何それみたいな、知ってるだろそれ、もう僕リンゴ売ってましたからね。団長は全く同じことしてたからなと思って。静かだでしょ。団長リンゴ売ってたんだよな。それが、うん、なんかネットでバッと調べたらどうやら悪徳商法で、うん、本当にちょっと法外な値段でフルーツを売って、しかもその売り方の手口としてこれを売らないと帰れないんですっていう、そういうちょっと情にこう投げかけてきてみたいな、それだったの。まさに俺それ引っかかってさ、もろ買っちゃったっていうことなんだけどさ、まあでもその売り方は多分どんなセールスマンでもすると思うから、まあ一緒やと思うけど、単純に高いと思いますね。まあちょっと高いでも、まあちょっと高いぐらいでそんな高くもなかったんやけど、ちょっとやりたいにしてもらったから。でそれ何が一番良くないかっていうと、なんかネットのねあれで調べたやつをまあ見ていくと、そのまあそんな法外で売ってるわけでもない、ただそれがその若者の売り子はあの完全歩合でこれ売らないとっていうことは全くないらしい。で完全歩合でそれがすごい少ない給料しかもらってないんだって、その若者は。でそのそれをやってる上の 黒幕フィクサーたちが、フィクサーたちがすごい法外なあれをお金を受け取ってて、すごい安い値段でバイトしてるみたいなことらしくて、あでも僕は時給、あの歩合と時給なんですよ、時給とこは一緒なんですよ。大丈夫なやつな、それは。僕時給1000円ぐらいありましたよ。なんか黒いバイト話して、いや僕時給1000円ぐらいでしたよ。時給1000円1000円プラス歩合みたいな。あ歩合ももらえる。そうそう、だから時給と歩合、そうそう、だから売れれば売れるほどガンガン上がっていくから、めちゃめちゃ普通に儲けれる場所ですよ。その全然安くで辛いみたいなのもないし、リンゴ売れた、まあ、単純売れる、まあ100人に声かけたら、これも嘘のような話なんですけど、100人に1人リンゴ好きがいるんです。嘘やろって言うぐらいの。俺だってリンゴも買ったことあるもん昔。でも街のリンゴ洗車さんなんとなくでしょ、僕らね、もう軽トラで、
軽トラっていうかトラック後ろいっぱいリンゴ積んでですよ、もうナンバーとかどんなやつ言ったら、うん、でも街行く人にもうリンゴ持って、お姉さんリンゴどうみたいな感じのナンパみたいな感じで、セールキャッチみたいな感じでわわわわで、もう女子にかけるんです、とにかく、おっさんは買わんっつって、で女子の100人に1人にリンゴっつったらリンゴってなりてるんですよ、あほんまに、まあいるやろね、でわーって買ってくれるっていうのがあって、もうだからずっと声かけるっていう、リンゴ隠して、お姉さんリンゴどうみたいな、パッと笑わせるみたいなリンゴで受けんのそれ。それがね、うん、よう受けるんです。だから、いきなりもちろん、マムシのパターンもありますよ。もう、虫ケラを見る目で。ああ。虫虫を見る目で見られるのもあるし、辛いな。そうそう、お姉さんお姉さん、ポンってリンゴ出したら手品みたいに出るから言うと、リンゴ出ると思ってへんから、向こうは。まあ、受けますよ。なるほどね。でもね、なんかその、もちろん裏な帰れんこともないし、うん、なんやったら僕、その、言ったら、ボスみたいな人と僕と一緒に行くんですよ、はいはいはい、僕はあくまで人呼びなんですよ、うん、で売れんなって言ったらもう帰るんですよ普通に、でそのボスみたいなやつが20人ぐらい集まってる重曹の謎の倉庫にリンゴとかに集まってるもう謎の倉庫に行ってポケッとするっていうじゃあでも僕の場合ね、まあ、もろ騙されちゃった、騙されたじゃあ騙されたんかもしれんけどさ、なしと巨峰を買っちゃってさ、ちょっと高い値段で絶対もっと安くで手に入るかもしれないけど、でもね僕買った時間が夜中の1時半ぐらいだったね、それが、うんうんうん、夜中の1時半どこ行ったってあんな大きいなしとかあんなみずみずしい巨峰売ってないし、まあ、実際食ってうまかったの、うん、あじゃあ、うん、それはあのちゃんとしたやつかもしれないです、ちゃんとしたそういうのもあるんですよ、あちゃんとしたパターンもあるんかな、ちゃんとしてそういう街頭販売も、それがそもそもいかんのですけどね、 あれってその許可取ってへんから言うと、あそうなんだ、そうそうそう、だって祇園市場の道端で売っちゃいけないじゃないですか、まあそうだよね、普通に考えたらね、うん、でもまあ営業努力というか考えてこのぐらい潰れるでやってるとこもあるから、グレーな感じ、よくないのは青森さんって言いながら、うん、全然100均で買ってるリンゴを1個400円600円で売るようなやつらがいるから大パニックになるんですよいやでもなんか必死でせず、もう僕全然買う気やったんよ、もうもう、うん、乗り気やったけど、あもう買おうと思って、なんかもう何やったらすぐに、でももう向こうは買わせたくてしゃあないやん、すごい説明してくんだよ、なんか糖度がどうのこうのみたいな、普通の何倍でみたいな、多分まあ嘘なんやろ、そうでしょうね、今考えたら、その時は分かってないでしょうね、糖度のすごいでも詳しい情報言ってて、あそう覚えたんすかみたいな、はい覚えましたみたいな、僕全然買いますよそれって先輩言ったけど今お前いっぱい言ってるけど買うよとっつって懐かしい、いやもうあれでもまあそうだよね、だから本当はダメなんだね、そもそもがダメですね、でも売ってる人いるわ街中で夜中に、今リンゴ屋さんとかめっちゃ多いと思いますよ、あーリンゴ、あれあれないいよな、でもなあ、えあれはダメなの、なんかさ道端にさ田舎とか行ったらさ、なんか賽銭箱みたいなのあってさ100円とか書いてあってさ、野菜とかさ果物並べてあるよ、まあ、あれってグレー、そのあれもグレー、道がね何なんか分かんないですもん、そしたら店舗登録してるんかもしれんし、国の道路じゃないようななんかちょっとややこしい道やったらね、沖縄とか行ってよく売ってるよああいうの、あんなもんでも厳密に2人乗りと一緒じゃないですか、チャリンコのライトつけへんとか、もう厳密に言うと罰金やけど、絶対ダメやけど、うん、注意で終わるぐらいの、タイム結構厳しいけどね今ね、時代的にね、ああ降りなさいってなりますね、なるけどね絶対、まあまあそういうもんなんか、まあわかんないですけどねその辺の法律はちょっと、いや完全にでも騙されたなっていう、いやそれはきっといい天使のような果物屋さんですよ、まあね騙されてでも得したっていう、そうです美味しかったでしょ、そのとこなんかリンゴ100円でしょ、うん、リンゴジュース3000円でリンゴ100円リンゴ100円すげえいいじゃん、リンゴジュースが3000円で、うん、リンゴ酢が8000円です。リンゴ酢とか買わんやん。買うんです、これが。へぇ嘘やと思うでしょ。リンゴは何個売っても儲けならんのですよ。あー、そこじゃないんだ。そうです。リンゴジュース3000円買ってなんぼ。リンゴ酢買ってなんぼって言われます。リンゴジュース買わんやん、絶対。買うんです、これが。
リンゴしか買わない、ほんじゃ4本もらって帰るわみたいな人、マジで。リンゴなんてもうだってただのに食わせまくりますもん、切って食べてみてくださいっつって一旦味を見てくださいっつって、もうなんかその捨て売りをみたいなこと。いやでも俺何よりね、その時のでもそうコミュニケーション嬉しかったよ、そうやって喋る。いやもう売ろうと思ってるだけのにいやこの現代においてさ、若者がこうこうやって持ってさ、ああいものを持ってさ、貧弱な弱々しい MacBook じゃなく MacBook じゃなく iPad じゃなく、 iPad じゃなくスマホじゃなくさ、スマホじゃなく重たい段ボールにさ、うん、巨峰とナッシュいっぱい詰めてさ二段箱で、なんで巨峰とナッシュなんやいや秋だからな、今秋だからさ、秋の味覚をさこうやって抱えてさ、ほんと弱々しい細い腕をこうやって持ってさ、これ売り切れないと僕帰れないんですよ泣き落とし、泣き落とし、まあ落とされたわ。じゃあまあでも美味しかったんだよね、美味しかった、もしかもその素材が悪くて風が長引いてるかもしれないですけどなんか入ってたんか、入ってたのでもう行きましょうか。はい、カクテル恋愛相談室、はい、今週はね、旅行先でのなんか恋のね、こう出会いとかね、はいはい、はい、そういうことをねテーマにね話そうかと。はい、先週僕言ったのはあの沖縄ですよ、沖縄が関西弁が好きだっていう、沖縄の女子が関西の関西弁の男の人が好きっていう。なるほどね、まあ、こっちも沖縄弁の女子好きですからね、なんくるないさーって言われたやつ、ね、さーって言われたいなでも妙に好きらしいよ、なんかそういうの噂を聞いたことある、行きたい、すぐ行きたい、うん、すぐ行きたいすぐ飛びたい沖縄に旅行先っていいよな。はい、まあ、うん、その件についてですね、メッセージ来てる、ね、メッセージ来ております。はいはい、カン君から、うん、恋が芽生える旅行先は北海道だと思います。あ、大学時代間違いないね、夏休みにバックパックで旅行しました、うん、全国のユースホステルに宿泊したことがありますが、うん、北海道は独特の雰囲気がありました。仲間意識が高いというか、かっこみんなで肩を組んで歌うような雰囲気です。私も車でいろんな場所に連れて行ってもらいました。女の子？そうです。おー、知り合って間もない男性の車に乗るなんて他の場所ではありえないので、やはり北海道がそうさせたんだと思います。あら、出会いを求める若者にぜひ夏の北海道のユースホステルをおすすめしたいです。えらいなんか緩くなってんね。ゆる、これ軽装観念がなくなってるね、北海道の大地。これ車乗ってるだけですよってアピールしますけど、抱かれてますか？いや乗ってるよね車以外のものにも乗ってるでしょ、これ。これは最低のクソ下品な言動ですけど北海道ね、うん、この僕バックパックっていうのが、うん、いまいち分かんない。バックパックの小説が僕好きなんですよ、本とか、うん、エッセイみたいなやつね、沢木孝太郎。ただいまいちバックパックは何か全然分かってないんですけど、うん、何なんですかこれ。いや一人でリュックサック背負って一人旅ってこと、一人旅っていく安旅行ってこと。そうそうそう、あ、それをバックパックなんや、うん、なるほどね。ユースホステルバックパッカーって言いますもんね。うん、あ、バックパック後ろに何か背負ってるってことなのこれ。まあそう、そういうことだろうね。夏の北海道、夏なんですね。また短い夏。夏の北海道はいいと思うわ、確かに。あ、ほんますか。全然もう冬しか行ったことない。あれはもう確かにね。狂わせる？狂わせると思う。もう本当大地が広いからさ、ファーってなるんじゃない？で風が吹くでしょ。乾いた風がファーって吹き抜けてったらさ、うん、もう服なんか着てるのバカみたいじゃないって思えるじゃない。いやもうトータル何言ってるか全然このスター何言ってんやろと思ったけど、薄っぺらすぎてやろアダムとイブになれるんですねでもそうなんじゃない、逆に言うとさ、そのなんて冬はさ、もう冬眠みたいなことになってるわけじゃん、うん、北海道。いやまあもう雪だらけですからね、もう雪で冬眠してるから、その冬眠たちはさ、うん、もう夏この時期はみたいな感じで、もうすごいおおらかな感じになってるって。冬になんかうっくとしたもん全部溜めてるわけですね、家の中で。でみんな外に出まくってるわけでしょ。でその中に旅行に行ったら、それはもういろいろこう出会いを求めて、冬の冬眠の間にどんぐりばっかり食ってどんぐりを一緒に食う人を見つけるために夏は街に出ていかないと、うーん、
北海道の人札幌がそんな待ち込ん状態なんですね夏川じゃ待ち込ん状態なってんじゃない。あ、北海道いいと思うわ、夏の北海道。しかもその短い期間が短いっていうのもいいじゃない、ま、儚い感じもね、儚い、うん、儚さ。いや俺ほんと夏の終わりってほんと寂しいよね。こんな寂しいのかなって思うぐらい寂しいわ。で嘘やろっていうぐらい夕暮れ長いですしね長い切なさを、ね、相当夕暮れ長いし、ね、もういつの間にかあれもうこの時間で暗くなってんのみたいな感じの時もわかります。あれこの前までこう明るかったけどなっていうやつ、うん、あれ肌寒いみたいな、なんだろうこの寂しさ。そうめん全然おいしくなくなりますもんねいや本当に季節で言うともう最下位だわ。秋から夏にかけてっていう、秋から夏、夏から秋にかけて、あそうそう、夏から秋にかけてっていうのがもう一番寂しい。だからかな今こんだけちょっとこう、だからそうですよ、安入になってんの、安入になってんの。もうちょっとしたら松茸とか出てきたらファーってなりますよそうなのね、秋ってなったらもう、そのもう秋だから秋を堪能しようみたいなね、うん、芸術だったりさ美味しいもんいっぱい出てきたりするんだけど、うん、ちょうど今夏と秋の変わり目だからサンマも微妙に高いですしね一匹100円なるけど200円やなみたいな。初物だからなんで初物だから初物やからちょっとなんですけどね秋に移行すればもう安くなるけど、安くなるんですけど、うん、今ちょっとだけでも今食いたい今食いたい、今が一番いい今が油がもういやですよ。いやでもそうなんかも、だから夏から秋がいっちゃいかん、こう季節でいうと、まあ、だからさ曲でもさ夏の終わりみたいな曲多いのよ。まあ悲しい歌は、ね、悲しい歌の大体シークレットベースも、うん、君と夏の終わりって言ってますからね、いきなり言ってますからね冒頭2秒で夏の終わり。だからもう有名ですから、秋なわけじゃん、夏の終わりっていうのは秋なわけじゃん普通に考えたら言うとね、うん、君と秋ってもう実数も足りんし足りんし楽しそうやし何やったら君と秋将来の夢大きな希望、うん、いやうれんし君と秋じゃんやっぱ夏の終わりな秋。そうなんですね、切なさの感じはそうなんですね。切なさはやっぱり今僕最近よく聞いてるのフジファブリックのさ若者のすべてをよく聞いてんだけどさ、あれももう完全に夏の終わりの曲なのよ、フジファブ聞くんすね。フジファブをフジファブをやっぱフジをね今フジをフジをねとにかく聞き始めてね最近こういいなってね、志村いないんだなって思いながらさ会うたびいろんなもん手出しますな石田さんは話題にことかかん人というか、まあまあ会うたび新しいカルチャーを、最近そうですね、志村に志村にハマってますね。そうなんですよ、大丈夫か。いやそうなんだよな。でもじゃあ旅行は今のところもう北海道と沖縄っていうこのもう北か南かってこと、極端な場所、そこはあるかもね。北か南極端、もうその最南端最北端、日本のね。 あと海外っていうのはどうなんだろうね。海外僕一回ね高校の時にね、卒業旅行でね友達2人と男友達2人でフランス行ったの。あら、その頑張ってお金貯めてさ行ったの。でそこで出会った日本人の女の子、うんうん、それが大学1年生2年生ぐらいって言ってたかな、すっごい赤いコート着て、ほんと可愛かったので、出会って日本人同士だからルーブル美術館で出会って、最高の最高のシチュエーションだよ。死んだとこですもんね、でフランダースの犬が違いましたっけ、パタッシュっつってこれがルーベンスの絵だよ、僕が見たかった絵だよあれルーブルだっけな、ルーブルじゃなかったですこれが見たかったんだよ僕は、パタッシュっつってね、あそこ感動するそんな話をしたいわけじゃない赤いコートの真っ赤なコートの真っ赤なコートの女の子、うん、連絡先交換したもん。あら、そっからちょっとやり取りしてたよ、帰ってその日次の日とか会えなかったんだけど、結局日本帰って、でもまあその時代
だからメールとかもあんまし ない時代だから、あり始めたぐらいの時かな、ないぐらいの。その人も旅行だったんですか。旅行。はあ。でもそんなおかしいもんね、その連絡先交換するって会ってちょっと喋ってさ。いや京都で会ってそんなしないですよ。しないよね。うん、うん、会ったばっかりですよ、連絡先交換みたいな。てかちょっと会っても喋らないですからね、京都やったら。かわいいってことね。ああってならないですもんね。いやそうなんだよね。海外はすげえあるかもしれないですね。海外はある。なんかこうやっぱ同じ日本人になったらやっぱちょっとあのね、それこそ透かしてる人とかやったら、透かしてる人って言い方あれやけど、日本人誰にも会いたくないみたいな人もいるやろ、旅行者によっては。あ、ハワイ行ったら日本人ばっかりやしみたいな、いますもん ね、うん、いや別に関係ない、そんなもう別にお前も日本人やし、そこ何を日本人いないところに行こうとしてんのって思う。黄色い肌して誇りに思ったらいいし、うんうん、見つけたら見つけたら仲良くしたらいいしみたいな。そう、海外で会いたいな、確かに。海外はあるかもよ。ちょっとこう嬉しいんでしょうね、地元感出るんでしょうね、うん、でしかもそれがナンパっていう感じにもならない気がするんだよね。あ、なんかあんまりナンパというよりかなんかこう本当ちょっと喋り相手が欲しかったとかさ、ちょっと日本語聞きたかったんですみたいな、すごくなんかいいじゃん。うん、海外いいですな。旅行行こう。旅行行っても出会わへんからな。いや旅行行ったら絶対出会うよ。出会ったことないですって。え、どこに旅行行ったことある今まで。そんなないでしょ。人生で。人生で。三重。三重何しに行ったの。温泉行きました。おお、あれそれは友達で。そうそう、みんな結構みんなで、仲いい友達で。もういるでしょその女子。団体で行ってるみたいな。もちろんいるし、うん、女子一人で歩いとるなとかもありますよ、うん、ただおったなって言われません。まあそうやな。お一人ですかって声かけれないでしょ。かけれないね。勇者すぎて。それはいや、だからやっぱ海外だったらいけるんだろうねそれ。うん、もしくはもう北海道。だ北海道とも沖縄 も海外みたいなもんやからね。考えたらもう異国じゃん、あんなもん。まあね、沖縄ってパスポート入れましたからね、返還されるまでは。返還、北海道でそうじゃん、もうあれもう異国だよやっぱり、まあ、海渡ってますからね、うんうん、やっぱその感じが異国が、異国情緒が我々をこうフリーにさせるんです、ね、フリーにさせる。低層観念をタガを外させる。悪い悪い最北端と最南端が。いや海外だな結論は。結局海外感、海外に行って日本じゃない感が、日本じゃない海外で日本人を探す。そしたらもうすぐ意気投合するっていう。じゃあさっき話して思った次のテーマさ、来週のテーマさ、その季節にしようよ。どの季節が一番。まあね、まあもちろん冬は別れの季節とかね、いろいろ言いますけど、でもだから夏の終わりなんて一番もう寂しいでしょ。ねえ、だって冬別れの季節って言うけど、楽しいイベント大体冬にありますもんね。クリスマスだなんだっつって、冬イベント多いよね。正月だバレンタインだっつって、全部冬やん。全部ですよ。ひな祭りだ、ひな祭りだ、あのあれも最近もうめっきり流行り始めた、あれハロウィン。ハロウィン、ハロウィンよ。あれもう冬だもんね言ったら。全然別れの季節じゃない、まあ冬だ。全然エッチなことするシーズン。スキー、冬なんかな、スノーボーダー。冬なんかな、もしかして実は一番熱々いのは冬っていうのって。冬でも外あんま出たくないでしょ。そうですよ。でも、ね、冬外に出たらなんか出会いがあるのかな。そう、これ話季節にしようじゃん。わかりました。どの季節が一番エロいかっていう。エロいか。その出会えるか、分かりました、恋が生まれるか、はい、を送ってきてくださいね。はい、どの季節が一番欲しいか、欲しいか好きか。うん、うん、その4つ季節あるけど、4つをもう8個にしよう全部。つまり春夏秋冬あるでしょ、うん、春と夏の間も1個の季節としよう。梅雨ね。夏の終わりっていう季節、うんうん、
秋、冬の始まりっていう季節、うん、うん、で冬の終わりっていう、冬長いですもんね、だって3月ぐらいまで行きますもんね、冬長いよね、3月は春とする人もいますからね、寒くても、そうだね、うん、その辺、うん、こう微妙な感じで考えていきましょう、ちゃんと、まあそう、そこら辺を狙っていきましょう、うん、まあそんなところですかね、今週は。はい。はい。じゃあまた来週も聞いてください。さよなら。LoveFM Podcast。LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。